北京五輪フィギュアスケート男子で金メダルを獲得したネイサン・チェン、22イコール米国の2つの勝因とは。北京五輪では、羽生結弦、ANA など、日本勢のライバルを前に、圧巻の演技を披露。米メディア、ネクストシャークは、ネイサンは、勝とうが負けようが、自分が、どのような成績を収めたかではなく、できる限り多くのものを得たいと思ったのが大きいと分析し、大会期間中に起きた心境の変化を詳細に説明した。一つ目は周囲に感謝することだ。北京五輪の会場に向かうバスから外を眺める中で、ネイサンは自分が人生最大のイベントに向かっている時に、ある人たちがどのように1日を過ごしているのかとふと思った。あくまで日常の1日に過ぎないことに気づき、表彰台の頂点を目指すという意識から、スポーツの祭典に参加できることに感謝する意識に変わった。二つ目は、脱スマホだ。長時間の SNS 使用がもたらす認知能力の低下を回避。その上で、SNS に時間を費やす代わりにエレキギターを演奏することで、フィギュアで重要な要素である音楽のリズムに触れ、心を澄ませることができたと相乗効果を指摘した。もちろん技術があってこそだが、メンタル面もきっちり合わせてきたのが、チェンの強さだ。羽生結弦、天と地と菅田将暉を結ぶ、3には、不思議な力あり。TV 見てますか？今日は2022年2月22日。だが、2にまつわる話題が見当たらず。来週の桃の節句ばかりがちらつく。なので、3でご容赦を。昨年10月に遡るが、BS プレミアムのたけしのこれが本当の日本芸能史が27回目を迎えた。ビートたけし博士が所ジョージを助手に、日本の芸能史を紐解く番組。第1回、漫才に始まり、コント、落語、モノマネ、マジック、時代劇、刑事ドラマ、と、毎回ワンテーマだが、第27回、イコール333ということで、3にスポット、懐かしのお笑い3人組を皮切りに、今お笑い界を席巻している東京03。3時のヒロイン。4千頭身。ダチョウ倶楽部らが3トリオの秘密を語り。転覆トリオの伊藤史朗が語る当時の舞台裏。花の中3トリオの誕生秘話など。保存版といえる内容。3には確かに芸能を支える不思議な力があると思わされた。フジテレビの月9ドラマ、ミステリという勿れの第4話、エピソード3。も、まさに、3の回だった。菅田将暉が早退したのは、時限爆弾をセットしたまま記憶喪失となった男、江本優。彼との対話によって、爆弾が仕掛けられた場所を割り出すのだが、三拍子のワルツ。高さ333メートルの東京タワー。原子番号3のリチウム。大好きな詩人は、三好達治。三社祭り、と。あなたはずっと、3の話ばかりしていた。圧巻の謎解きを見せた。そんな、3が。北京冬季五輪では、メダルの有無と色を意味することに。スノーボード男子ビッグエアで4位となった国、武大明選手は表彰台と4位では天と地のような差と表現。まさに天と地を感じさせる競技に。こちらも震えた。フィギュアスケート男子フリーで羽生結弦選手が選んだ楽曲は富田勲作曲、天と地と、1969年の大河ドラマの音楽だ。前半2つのミスがあってこその、
この天と地とという物語が出来上がっていたのかなと。感動の4位。